ういうことだ。なんでてめえがサヤと同じドライブを持ってやがる。なんてさっき向けてくんだよ。勘弁してくれ。俺お前に何かしたっけ？お前、いや、悪い、なんでもない。妹にちょっと似てたんでな。さあ、教えてもらうぜ、ラケル・アルカードの居場所。いや、おごれって言われてもな、俺この世界の金とか持ってねえし。すげえ、サイボーグとか映画かよ。この世界の科学技術は随分進んでんだな。あいにくこの腕はご主人様からのもらい物なんだ。青の魔導書なんて知らねえよ。気分悪い。てめえを見てると嫌でもあのクソ野郎を思い出しちまう。忍者までいるのかよ。テーマパークみたいだなこの世界。お前、俺の知ってるやつになんとなく似てるな。こいつ、とんでもねえ数値だ。人間の域を完全に超えてやがる。お前もそれの被害者なんだな。待ってろ、今すぐぶっ壊してやる。死神透析庫？俺には関係ねえよ。俺はただ人を探してるだけだ。てめえ、狭間か？
嫌なやつ見つけちまったぜ。村雲ユニットはぶっ壊す。悪いが、俺はそう決めたんだ。ああ、なんだ？うん。とりあえず、なんか上に羽織ってくれねえか？あん時の借り、きっちり返させてもらったぜ。ガキが道端で武器をブンブン振り回すって、とんでもねえ世界に来ちまったもんだぜ。てめえにもらった腕と足、なかなか調子いいぜ。てめえをぶっ飛ばせるくらいにな。正義も悪も関係ねえ。俺には果たさなきゃならない約束があるんだ。てめえ、事情に詳しそうじゃねえか。洗いざらい話してもらうぜ、芸者野郎。だから俺の腕は魔導書なんかじゃねえっつの。任務だかなんだか知らねえけど、やれねえよ。この数値、こいつ本気出してねえのかよ。信じられねえ化け物だぜ、まったく。あっぶねえ。あんためちゃくちゃ強いのな。正直、統制機構ってとこを舐めてたぜ。あぶねえな！どんだけ武器仕込んでんだよ！一人で戦争でも追っ始める気か？この猫娘は！この感じ、いや、まさかな。ここでテルミの関係者と会うわけがねえ。ねえはずだ。二
人形の損傷が治っていく。こいつの力、吸血鬼となんか関係があるのか。次元境界接触要素体。そうか、お前もあいつの姉妹なのか。俺の目はちょっと変わっててな、いくらばらけたところでてめえはバレバレなんだわ。どうなってんだよこの世界は。これも青ってやつの影響なのか。俺はこの世界になんか興味はねえっての。言われなくても用が済んだら出てってやるよ。帝だかイザナミだか知らねえがな、妹と同じ面で好き放題されんのは面白くねえ。おいおい強すぎだろあんた。神様とでもやり合ってる気分だぜ畜生。なんだこの感覚、俺はお前を知っている。あんたの趣味に口出しするつもりはない。ないか。上着貸そうか。